浜松市博物館は今年3月に常設展示室を全面的にリニューアル。壁は落ち着いたモノトーンでコーディネートされ、展示資料がさらにじっくり見やすくなりました。また映像資料が見られる大型モニターが導入されたほか、新たに江戸時代の大判小判が陳列されるなど、内容も充実しました。このリニューアルされた博物館では、4月の23日土曜日から5月8日日曜日までゴールデンウィーク企画として、昭和レトロな博物館を開催し、家族連れを含む多くの方が来館しました。昭和のおもちゃで遊んでみようのコーナーでは、カルタ、人形などの展示や、オセロ、野球盤、ホッケーゲームなどが体験できるスペースで、昔のおもちゃで遊びに夢中になっている子どもたちの姿がありました。また4月29日からは、昔懐かしい駄菓子屋が再現されたしじみ屋もオープン。駄菓子屋さん1軒分はあろうかという充実した駄菓子に、店内ではたくさんのお菓子を前に、何を買おうか迷っている姿が多く見られました。くじ引きができるしじみ屋のくじでは、スーパーボールや大きな鈴などが当たるくじ引きや、人気タレントのカードくじに行列ができるほどの盛況でした。昭和の懐かしい紙芝居も再現。大人から子供まで紙芝居を楽しみました。彦一殿は今度こそ殿様に首をちょん切られるに違いありません。また射的と輪投げのコーナーでは、火縄銃の形をしたゴム銃で木の的を狙う射的や輪投げが、屋台をイメージした装飾で設営され、まるで縁日を思わせるような雰囲気を醸し出していました。ゴールデンウィークに行われた昭和レトロな博物館。みんなで昭和時代にタイムスリップし、大人は子供に当時の話を伝える。来館された皆さんは世代を超えて古き良き文化に触れて、楽しい時間を過ごせたのではないでしょうか。